こんにちは、世界で僕なんとかです。本日ですね、ジグザグの鈴木さんにですね、国内向けのサイトを活用して越境 EC サイトに挑戦するワールドショッピングビズについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介お願いします。株式会社ジグザグでウェブインバウンドエヴァンジェリストを名乗っている取締役の鈴木悟と申します。よろしくお願いします。経歴は長くですね、ずっとインターネットマーケティング の業界にいまして、株式会社オプトっていうところが13年ぐらい長くいて、今のデジタルホールディングスっていう会社ですね。で、その後、ライブコマースのサービスをやったりだとかっていう形で、EC の方にだんだん近づいていって、2020年から株式会社ジグザグで、主に国内の EC サイト向けにですね、今日 EC 支援を、積極的にやっているものでございます。よろしくお願いします。もう最近、今日 EC の問い合わせ殺到してるんですよ。ですよね、はい、やりたいっていう会社さんたくさんいらっしゃるんですけど、なんか正直僕ら越境 EC やりましょうっていう立場のものなんですけど、なんか全ての会社さんが越境 EC をショッピファイとかで構築して始めるっていうのが正しくはないなと思っていて、まずは今の日本語サイトに来てるアクセスであったりとか、そういうところをマネタイズしてみるであったりとか、いくつかこうやり方があるかなっていうふうに思っていて、そのあたりをこうワールドショッピングビズを使ってやってみましょうみたいな お提案をさせていただいているんですけど、どんな形でできるかみたいなところをちょっと解説いただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。いつも、はい、そうやって紹介していただいて非常に嬉しいです。はい、では今ご紹介に預かりました我々のこのサービスについて、ちょっと簡単にまずはお話しさせていただきたいと思います。先ほどインバウンドエヴァンジェリストって名乗ってますって言ったんですけど、まず我々のサービスの起点はここにありまして、海外から日本にたくさんの旅行客って来てると思うんですけれども、その左の上にある棒グラフがその、集計なんですが、これシンガポールまず出してるんですが、シンガポールから、訪日経験がある人と、その人が越境 EC 経験あるかなしかっていうところで、したことがあるかないかっていうところでのクロス集計をしています。はい。そうするとですね、訪日ありの方が、当たり前と言ったら当たり前なんですけど、越境 EC 経験があると、つまり、やっぱこう、日本に遊びに来ていろんなアテンションをして、で、その後、越境 EC 経験しますと。ただ、その越境 EC、越境で買おうと思っても買えない人が多いっていうのが現状なので、どんどん買えるようにしていきましょうっていう活動をしています。一例なんですけど、これ、飛騨にある船坂酒造店さんなんですけど、お店にいっぱい海外の方が来られるので、ワールドショッピングビズで買えますよっていう、こうカードを貸していただいたらですね、そんな国から観光に来ているので、そこからのアクセス購入者が増えたという、めちゃめちゃ分かりやすい事例なんですけれども、こういう状態みたいなものを増やしていきたいなと思っています。我々のワールドショッピングビズはですね、公表している数でいくと、利用ショップ数はもう3000サイトを超えていて、非常に様々なアパレルも多いですけれども、今言ったような酒造店もそうですし、いろんな雑貨店なんかも、地方も含めてですね、いろんなショップさんにご利用いただいています。私たちのワールドショッピングビズのコンセプトはですね、たった1行 JavaScript を入れるだけで、国内 EC サイトを228の国と地域に対応させるという、非常にわかりやすいサービスです。EC サイトさんの費用は、初期費用と月額費用だけで、その他はですね、海外のカスタマーの方から購入を代行するので 10% をいただいているというようなサービスになっています。はい。ちょっと見ていただきたいんですけれども、今左側でモバイルの画面がこうちょっと動き出しますが、JavaScript のタグを入れると、このような形で最初だけポップアップが出てきまして、はい。で、下の方にですね、バナーのような、はい。こういうバナーのようなものが出てきます。これが海外の方を助けるナビゲーションバーになるという仕掛けです。で、買い物の方を進めていくと、はい、カートに入れるボタンのページに行くと、Add to Cart ってボタンが登場しますが、このボタンを押してもいいですし、普通のカートの追加も押してもですね、このような形でモーダルが登場し、もう買い物を進められるという形になってます。はい。今、カートの方に1という入ったんですけど、このままこう購入の方に進んでいくと。はい。で、ずっと、この EC サイトのドメインで進むんですが、最後だけ、ワールドショッピングに遷移をして、決済とか、住所とかを入れたりだとか、で、様々な決済手段とかも入れているんですけれども、住所とかを入れていただいて購入完了するという流れになっていまして、で、ちょっと右側を見ていただくと、この仕組み、この注文決済だけです。で、その後ですね、
また、真ん中にワールドショッピングビズがいますが、今のこのクレタケさんっていう EC サイトで、普通に私たちが購入を代行します。はい。で、購入を代行したら当たり前ですけど、クレタケさんは国内の我々の倉庫、ジグザグの倉庫に配送していただいて、ジグザグの私たちが、海外のカスタマーにいろんなこうカスタマーサービスもしながら商品を送ってあげる。なので、海外のお問い合わせだったり、決済の対応、そして一番めんどくさい海外配送とかもですね、すべて私たちワールドショッピングジグザグが行う、こういうようなサービス設計になっています。はい。なるほど、なるほど。結構シームレスにこうカートに入れたら買える状態になってるんですね。あ、そうなんです。はい。なるべく、買いやすいように、その EC サイトで買ってるかのようにできるようにしています。はい、で海外のお客様からお問い合わせだったりとか、決済の対応だったりとか、税務とかどうするんですか？あ、税務もですね、当たり前ですけど、私たちが、海外に送っているので、私たちがいろんな対応をしています。はい、あ、じゃあ、日本のマーチャントさんとしては、ジグザグさんと、自社の取引っていう形、国内の取引みたいな形で、はい、海外配送とか、海外税務とか、そういう煩わしいことは全部御社が対応してくれるってことですね。はい、まさにその通りですね。すぐめんどくさいことは私たちが行います。はい。国内で買われたものを国内の我々のところに送っていただくだけというのが、はい。国内ショップさんのやることですね。はい。めちゃめちゃなんか参入障壁下がりますね。我々もなるべく簡単にまずは始められるっていうのを目指してやっているので、はい。ただこれ、このシステムを導入するのって結構大変なんじゃないですか？はい。先ほど申し上げた通りですね。ちょっとだけ前の画面いきますと、本当にこの、JavaScript のタグを1行入れるだけ、EC サイトにですね、入れていただくだけで、先ほどちょっとお見せしたですね、はい、こんなような、バナーのようなものが出てくるようになって、これが海外の方を助けてくれるというものなので、特に EC サイトさん側の何かシステムを変更するとかってこともいらないっていうやり方をしています。はい、そういうことか。めちゃめちゃいいっす、はい、ありがとうございます。なんか海外からのアクセスって、結構日本のサイトでも 2% から 8% ぐらいアクセスがあって、うん、それをまずマネタイズしてみたいな、1万アクセスあったらなんか200アクセスとか800アクセスとかは海外からのアクセスで、うん、まあ、コンバージョン 1% だとしたら2件から8件もしかしたら売れるかもしれないみたいな。そうです、そうです。まずはそこから試してみたいな感じですよね。うん、売るかもしれないけど分かってないというか、はい、うん、それをまずやってみたら売れたっていう体験をどんどん増やしていきたいっていう感じですよね。はい、これはなんか越境 EC の最初のステップとしてめちゃめちゃいいですね。うん、はい、まずはここからやっていただけると、佐々さんもよく言っている、いきなりこう全て全力で全てお金をかけてみたいなので、うん、やっちゃうと長続きしないっていう、まあ、そこをねなんとか解消して、まずは軽く始めていくっていうのが重要かなと思います、ね。はい、確かに。サービスの範囲とか特徴とかってあったりする？どこに配送するとかってあったりするんですか？あ、そうですね。228の国と地域に送れているので、ほぼほぼすべて皆さんの知ってる国、地域には送れるかなと、はい、思います。はい。なんかこのカスタマーサポートとか、なんかこの発生時の責任とか、うん、その辺でどうなっちゃうんですか？あ、そうですね。はい。これもですね、非常にわかりやすくて、海外のカスタマーが、まあ、私たちにオーダーをして、その後に我々が購入しますと。はい。国内の EC サイトで購入しますと。で、我々が購入して送っていただくので、そこで一旦送っていただいた後に納品が終わってるわけなので、はい。国内ショップさんの責任という意味でいくと、まずそこで切れている。我々に納品したところで終わっていて。で、私たちが、配送したとき、配送を海外にするときに、まあ、その段階で、我々の検品のところで何かあったら私たちの責任です。その後、送った後は配送キャリアさん、DHL さんとか FedEx さんとか EMS さんとか、まあ、そこがいろんな配送中のいわゆる破損とかのケアとかはされているので、その場合は配送キャリアさんの責任みたいな、非常に分かりやすい段階によって分けていますね。あ、じゃあ、マーチャントさんの負担自体は結構、まあ、国内取引だけだから、お金を取りっぱぐれることもないし、結構いいですね。はい、もちろんね、製造物責任っていう、もう作ったもの自体に何か瑕疵があった場合はどうしてもメーカー側とかになりますけれども、うんうんうん、まあめったにないことですんで、はい、かしこまりました。まあ、いろいろこう聞かせていただいたんですけど、僕らも日本語サイトで今あって越境 EC サイトを作りたいですって相談いた方に、まず一つ、まず一回日本語サイトでテストしませんかって形でジグザグさんを提案することってあったりするんですよ。で、うんうん、この段階だと僕らは特にこう
ビジネスならないんですけど、まあ一旦試してみて、なんか売れたからいいかもしれないってなって、まあ越境 C サイト、じゃあ今後どうしようかなみたいな感じで検討いただくみたいなフェーズがあったりまして、うん、で、実際に僕らの方で越境 C サイトを作った時も、お客さんの方で、実はなんかイーシャンと日本語と英語、兼務ですみたいな、体制を全然整ってなくて、CS とか発送とかどうしましょうってなった時に、いや、ジグザグさんのタグ入れて、じゃあ、英語のクエリーは拾いつつも、もう発送とか、そこは全部やってもらったらみたいな提案をすることがあったりするんですね。うんうん、結局なんか越境 EC サイトを通して何を得たいのかみたいなところで、まあ、売り上げを作りたいとか、うん、海外の、英語のクエリを獲得して SE をやって、販売したいとかであれば、うん、なんかこの細かな CRM とかそこまでこうやる必要ないのであれば、まずそこでいいんじゃないですか、うん、体制によってよっていう話をしていて、うん、で最後に、3つ目としてまあ、完全に越境 EC サイトを作りますと。で、CS とか、法的な対応だったりとか、税務もやりますみたいなとことになった後に、じゃあ日本語サイトにもともと残してたのであれば、ジグザグさんのタグ残しておいた方がいいですよみたいな、うん。実際結構、顧客は本当に1ドル単位で値段見てて、本サイトから買うか、公式の英語サイトから買うか、うん、日本語からジグザグを経由して買うか、どっちが得かみたいなのを見たりとかしてるので、うん、タグを外しちゃったりすると、逆になんか売上下がっちゃったりしますよってお伝えしていて、うん、なんかその3つの活用の仕方で結構僕らはご提案させていただいてますね。いいですね。なんかすごい単純な話で、意外と日本語がクールだからっていうことで、日本語の公式サイトが好きだったりする人とかも海外の方結構いますよね。うん、正直、在庫が、海外向けに、分けてる在庫と国内向けの在庫で結構違ったりとかしていて、うんうん、国内向けのサイトの方が在庫豊富にあって、そっちから買いたいって人もいたりとかするので、うん、もう本当にずっとジグザグさんと、やらせていただいてるっていうところのサイトとかはあったりします。越境サイト僕らが運用させていただいても、ジグザグのタグ入れてるみたいなところあったりしますね。ああ、そうですよね、うん。はい。僕らもよく聞きます。ザさんの、も支援されているっていう、我々が、確かに重なってますね。そうそう、よく聞きますね。はい。で、なんか最近またあれですよね。なんか集客の強化みたいなところもできるようになったんですね。はい。ああ、ありがとうございます。からずっと、お話しいただいているように、やっぱり我々は手軽です。うん、すぐ始められますなんですけど、やっぱりより売れていった方がいいじゃないですか。で、私たちの目指すところって、日本で EC サイトやってる方は日本のマーケティングは得意です。で、それとなるべく同じようにマーケティングもできるようになってくると、購入代行だからみたいな、とネガティブな部分がどんどん減っていくと思うんで、よりなんかこうチャレンジしやすくなるかなと思って、ちょっと取り組んでいまして。じゃあそこちょっとご説明させていただいてよろしいですか。今まで説明していたこのワールドショッピングビズ、左側に、まあ、特徴はいろいろ書いてるんです。ケースがいっぱいありますとか、結構海外の、このカスタマーサポートで評価いただいてますとか、まああと当たり前ですけど GDPR とかもしっかり準拠しているとか、まあとにかく皆さんがやりやすいように作りました。で、これに売れる仕組みをどんどん作っていこうっていうのが、私たちがやりたいことですね。はい。で、結論から言いますと、メタ、まあ、旧、Facebook ですね。のコンバージョンデータ連携っていうのをしていくことで、メタ内でのこう広告をより効率よくできるようにしようという取り組みでございます。うん、はい。実際、リリースも出させていただいて、メタさんと協力をさせていただいて、協力関係を結んで、これを進めたんですけれども、一旦ちょっと先ほどのところで一瞬だけ戻りますが、先ほど言った通りですね、我々の仕組みは、ここで決済をしていただくですね。注文決済をするわけなので、私たちが全部住所とか、海外カスタマーのデータを持っている状態になります。うん、はい。まあ、なので、皆さん国内でやってる、いわゆるコンバージョンした方と、そこから派生させたターゲティング広告っていうのが、なかなかできない。うん、ここ結構、やっぱりマーケティング上だと、まあ、ネガティブに映っても仕方ないところかなと思ってるんですけど、うんうん、はい。ここをですね、メタさんに協力いただいて、私たちが暗号化した、購入したいこのショップで買おうっていうデータを暗号化してメタさんに送って、そこからターゲティングをしていくっていう手法を実現できるようになりました。うん、はい。まあ、リリースにも書いたんですけど、はい。アドバンテージショッピングキャンペーンの、まあ、ところをうまく使って、コンバージョンの効率が良くなったかっていうと、このデータのさんのデータでいくと、まあ、CPA の効率がですね、9割、まあ、CPA が、はい、減ったという、かなり劇的に変わったというような結果になっていまして、これどういうものかっていうのを簡単に説明します。はい。はい、まあ、これ、いわゆる国内ですね。
まあ、売上を成果として、まあ、カウントするように、した場合、EC サイトでお買い物をする。そうすると、EC サイトからメタへ購入者情報などをこううまく連携させて、まあ、そうすることによって購入データもそうですし、その購入データからより効率のいい広告配信ができるっていうのが、まあ、当たり前の流れだと思います。で、海外アクセスになるとですね、我々を導入いただいているので、我々の買い物を、まあ、カートでお買い物をしていただきます。まあ、依頼を受ける形になりますね、海外のカスタマー。そうすると、私たちにデータが溜まっちゃってるので、今までは購入者情報から、まあ、効率のいい広告っていうのを、まあ、ショップさん、EC サイトさん側でできなかったんですけど、うん、これを解消するために、ワールドショッピングからメタに、このショップの購入者情報などを暗号化して提供します。で、そうすることで、メタ内部で、まあ、成果の計測もそうですし、AI ベースでそこからの効率改善に進められるというのが、もう分かりやすい特徴となってます。なるほど。はい。はい、ですので、まあ、このワールドショッピングからメタへショップと購入者情報など提供というところが、まあ、我々のポイントでして、ワールドショッピング、モールではないので、1ショップごとに当たり前ですけど買いやすくしている状態になってます。なので、この1ショップで誰がどんな経由で何を買ったかっていうのが私たちは分かっている状態になるので、非常にこうデータとしては扱いやすかったっていうのもあってですね。なんで、この購入データを正確に暗号化してメタに送ることができるようになって、これが可能になったという状況になります。なるほど。正解データとか購入データみたいなところをメタに返して広告を最適化するようになったんですね。そうです、そうです、はい、うん、であとはメタさん得意の AI でより、まあ、この人がきっと買いやすい人なんじゃないかっていうところにこうターゲティングできる。機械学習が働きやすくなるんですね。そうなんです、そうなんです、うん、はい、なんでやっぱどうしてもトラフィックだとトラフィックしやすい人を当てていくことはできますけど、やっぱこう買ってくれそうな人っていうのを選択できるっていうのがポイントかなと。なんで前であればトラフィックしか選択できなかったものがメタの管理画面上で売り上げを選択できるようになります。はい、まあこれはまあ本当に小さいピクセル ID さえ我々の方に共有いただければ、裏側で先ほど言ってたようなこの購入者データの連携をさせることができるので、はい、非常に簡単、もうお申し込みいただくだけで勝手にこの仕組みを使うことができるようになるというものなんで、まあ、ここはもう繰り返しになりますが説明しないんですけど、とにかく機械学習が進んでいけるように購入データをつなだれた方がいいはずなので、うん、まあ、どんどんこのピクセルタグを連携いただいてやれば皆さんのチャンスが広がるっていうような感じの取り組みになります。これって例えばすでにブランドだったりとか商品が認知されているこう人気なメーカーさんとかだったら、うん、なんかそこでもジグザグさん導入してこのメタ広告配信したら結構広がりそうですよね。はい、そうです、そうです、はい、でも設定した後に購入されていけば、そのデータはどんどんメタに暗号化されて共有されていくような流れになっているので、ロアスとか CPA が合ってたら日本語サイトでメタ広告回して、でもうずっと回し続けて売り上げが立ってるみたいな、海外からみたいな感じはあり得るってことですね。そうです、そうです、はい、僕らの仕事なくなっちゃうかもしれないです、はい、だからそこが多分、まあ、それをどう見るかとかっていうところが、まあね、多分我々の仕事なんでしょうね、まあ、きっと。はい、でもすごい国内の QC 挑戦しようかなどうしようかなって思ってる事業者さんにとってめちゃめちゃいいなと思って、僕らもおすすめしていって、でさらにまたこれから自社でやっていきたいってなった時に併用していくみたいなのもありだと思いますし、あ、そうですね、はい、はい、なんかすぐも可能性が広がる取り組みだなと思いました。ありがとうございます。やっぱね、はい、メタの場合言ってしまえば数千円でも広告は回せるわけじゃないですか、うんうんうん、はい、なんでこう小さいところからチャレンジできるっていうのもメタさんの結構特徴ではあると思うんで、こういうのもなんかこう、まあ、私たちらしいかなというか、うん、なるべくリスク少ないところからこう始めていけるっていうところには尖らせて進めていきたいなと思ってます、はい、うん、確かに。なんか概要欄にリンク入れさせていただきますので、まあ、まずそもそも、ワールドショッピングビズの仕組みについて知りたい方だったりとか、うん、今回のメタのリリースについても知りたい方の部分にリンク入れさせていただきますので、ぜひチェックしてみてもらえたらなと思います。はい、貴重なお話いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。この動画が役に立ちましたらいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。